7月7日に投開票が行われた東京都知事選で、一躍その名を轟かせた広島県、秋田方前市長の石丸真嗣氏、41。選挙の結果は2位だったが、各選挙特番での言動に有権者からは厳しい視線が継がれている。日本テレビ系の選挙特番、東京都知事選挙2024開票速報では、今回の都知事選で、 政治家の一層を掲げている石丸氏に対して、同局解説委員の小栗泉氏が東京を良くしたいというだけではない。出馬するのは国政でもいい、広島でもいいというのは政治家とは違うのかという質問、しかし石丸氏はそりゃそうだと思いますよ。自分が当てはまっていたら、シャレにならないと一生に付した。しかし、自身と政治家の違い、 について答えなかったため、古市憲利氏39が批判する政治家と石丸さん自身がどう違うんですかと尋ねたところ、石丸氏は、なんか堂々巡りになっている気がするんですけど、先ほど定義についてはお話ししましたよねとコメント。古市氏が批判する政治家と自分が体現している政治家とどう違うんですかその定義を聞いていますと問い直すと、 さっき答えたばかりです。もう一回、定義を、言えってことですかと言い、答えは得ることができないまま結果的にタイムオーバーとなった。また TBS ラジオの、開票ライブ2024、カオス。東京で何が起きていたのかで荻上チキ氏が、今回の都知事選挙、手応えを感じたと先ほど発信もされていましたが、特にどんな点、手応えを感じた選挙だったのでしょうか。 と尋ねると、石丸氏は、うん、どの下りをされてらっしゃいますと逆質問。そこで、荻上氏は、先ほどぶら下がりの中で、今回の選挙、自分たちは頑張ったと、走り切ったというような話をされてたと思うんですが、はい、特にどういったところに力を入れて、どんな手応えをお感じになりましたかと聞いた。ところが、石丸氏は、手応えの話じゃないですよ、それ。 自分たちができることを全部やったという意味です。はい。で、何かの反応では、反応ではなくて、自分たちの実感の話をしましたと述べ、ここでもかみ合わない。さらに石丸氏は TBS テレビ系の選挙特番で、2位に浮上した要因はどのように捉えていらっしゃいますかと聞かれた際、勝ち負けという表現がこの選挙にはそぐわないなと思っています。 結果はあくまで都民の総意が可視化されただけとコメント。JX 通信社、米重勝氏の善戦したという受け止めなのかという質問には、なんという愚問と一蹴するなど、質問に真っ向から答えない場面が目立つことに。